この番組では私の人生や生活の役に立った本を紹介しています音声だけですので耳だけ貸してください今回紹介する本は超トーク力という本ですこの本を読んで印象に残った部分を紹介しますそれでは始めていきますきっとこの本を手にしれしてくれたあなたも 話しし方に関するる悩みを抱えていいのでではないでしょうか。初対面の人とぎこちない会話取引先との重苦しい商談上司との気を使ったやり取り大勢の前でのプレゼンテーションなど話し方は人生のあらゆる場面にいやおうなく関わってくるにもかかわらず。 自分から勉強しようと思わないと誰も教えてくれない不思議なスキルです私は論文や専門書を読み自分なりに試行錯誤しながら話し方という不思議なスキルを突き詰めていきましたするとどんな会話にも一定のルールがあったのですどんな場面にも どのくらいのリズムでどういった話題を話すのかをの原理原則がありそれを知ることで場を盛り上げたり相手との関係を深めたり説明をしっかりと理解してもらったりすることが可能です誰が真似しても一定の成果が出せる再現性があるからこそ科学なのです話し方は誰でも何歳からでも 学びながら鍛えることができますこの本は私が頼った科学的な話し方のスキルを紹介しそれを実践してもらうことであなたの人生を大きく変えていく本ですこの本を読んで試してみるとあなたに対する周囲の人たちの反応が劇的に変わっていくのを実感できるはずです この本がお伝えするのは職場や趣味の集まり恋人、友人関係家族など身近な人間関係を円滑にする話し方です大切なのは今あなたが強く欲している話し方の情報に触れることそれが読んで得た 知識を行動動へとつなげるる機づけになるのです雑談を交わす最大のメリットは話し相手との親密度を高めるきっかけになることです言わ,言われてみれば当たり前ですが私たちは言葉を交わすうちに相手と打ち解け親しくなっていきますつまり 雑談は親しさを築く初めのの一歩となるのです雑談はお金では買えない価値を生み出してくれる、それは周囲の人から好感を持たれ評価されること、能力を認められ信頼を得ていること、助け合える関係を築いていること。 雑談ははお金では買えない価値を生み出してくれます雑談の狙いは相手といい雰囲気のやり取りができたお互いに似たところもあって打ち解けた話していて気分が良かったといった印象を残すことそれができれば大成功ですでは どうすれば雑談で好印象を与えることができるのでしょうかそれは、できるだけ早い段階で話し相手の感情を動かす問いを投げかけること。雑談や日常会話がうまくできないと悩んでいるなら、一つアドバイスします。それは、 良い聞き手になることです大事なのは相手の感情を引き出し丁寧に聞くことそれが最も効果的に相手の心を引き付ける方法です真面目に悩んでいるほど次の三つの誤解を抱えています雑談でつまずく人は最初から会話の中身にこだわってしまう 雑談でつまずく人は会話のネタを自ら提供しようとする雑談でつまずく人は会話をリードしようとする話のネタは相手が持っているこれが雑談の基本です自ら ネタを提供する必要はありません雑談が盛り,やす盛り上がりやすい会話ネタ、最近何かわくわくするような出来事はありましたかあなたが熱心に取り組んでいる活動は何ですか今日 何かいいことありましたです。雑談や日常会話に悩んでいる人は、とにかく話し相手の感情を引き出すことに集中してみてください。相手が自分の感情を言葉にし、自己開示を始めてくれたら大成功です。話し相手はそのやり取りによって、あなたに対して好印象を抱いてくれます。 どんな場面でも使える会話ネタ最近あなたの中で盛り上がっていることは何ですか情熱を持って取り組んでいることは何ですかまるさんはどういうきっかけで知り合ったのですか今日 今週の出来事で一番印象的なものは何でしたか今週末は何をするんですか最近のスポーツ、テレビ番組、ニュースはどう思いますか聞く 話すの割合は6対4つまり聞くが6話すが4一つの話は30秒以内話し始めは1秒間を置くこの3つを心がけて話せば雑談はスムーズに進み相手にいい印象も残せる聞き手をつかむ2つの話し方。 1> 1つ目、上上げげげてて下またる基本的に「上げて下げてまた上げる」とアンチクライマックス法を覚えて実践していけばどんな話にもいいアクションが加わり聞き手を引きつけるストーリーに仕上がっていきます。 上げて下げてまた上げるが効果的なのは聞き手の気持ちを上げて下げた後もう一度上げてひっくり返すその落差が大きければ大きいほど相手の感情を揺り動かし強い印象を与えることができるからです重要なのはポジティブな話で相手の気持ちを上げて ネガティブな要素を正直に明かして冷静になってもらい最後に素晴らしい解決策を提示してまたあげることアンチクライマックス法は結論や重要なポイントを最初に述べる話し方で次のような時効果的です結論のインパクトが強い時 相手があなたの話にあまり興味を持っていない時相手との信頼関係がまだ構築できていない時ビジネスシーンなど相手が自分の相手が時間の無駄を嫌う時結論ありきで話し始めストーリーテリングをすることで聞き手の興味関心を高めることができます。 会話は準備が9割自分だけの鉄板ストーリーを持つストーリーコレクションの発想はシンプルであらかじめ滑らない話をいくつか用意しておくというものです9つの滑らない話通勤・ 通学・ドライブの話題、みんながやっていることの話題、仕事・プライベート、両方の移動の話。次に、季節・天気・災害の話。多くの人が共有しやすい話題、季節の野菜や料理、地域の寒暖差の話。次に、本・テレビ・映画・古典本と古典は最強。 ジャンルが無限本は相手に合わせてストーリーテリングができる次に誕生日パーティープレゼント人が喜んだ時の話他人にプレゼントをして喜ばれた話自分を良い人に見せる時に使える次に子供時代青春故郷 昔話学生時代の印象的なエピソード次に名前ネーミング面白い名前子どもの頃のニックネーム企業の名前の由来企業のロゴの由来など次に仕事キャリア最初の就職先自分のこれまでのキャリア起業家のキャリアのスタート 次に新しい活動や珍しい出来事に関する話。人は新しいものに興味を持つ。体験した珍しい出来事。次に有名人の話。尊敬している人のストーリー。余裕を持つために自分だけのすべらない話を作ろう。話が一段落した後は 相手に質問をして親密度を高めることも忘れずに仲良くなる一番いい方法は私はこんな人間ですと伝え合うこと必要なのはいかに早く抵抗なく相手とプライベートに踏み込んだ会話ができるかどうかですそそうした会話のやり取りこそが 相手との親密度を上げてくれます。あなたと相手の心の奥にある本音考え方価値観物事の見方人生に大きな影響を与えている過去の出来事といったパーソナルな話題をお互いに話し合うことこれが相手とよく仲良くなる一番いい方法です。 残念な会話パターン相手が話している話題と無関係なことを考える次に相手の言っていることに対して心の中だけで反論する次にネガティブ思考に影響されたまま相手の意見を判断する次に求められてもいないのにアドバイスをしようとする。 次に本当はは聞いていないてなのににだけ打つ。次に次に話したいことを考えてしまう次に自分の目標達成のために会話の流れを変えてしまう次に 会話の相手に対抗するために情報を集める最後に自分が興味ある内容にだけ反応するまずこうした残念な会話パターンがあると知っておくことそして会話でのしくじるに気づきやってしまった時はその都度 どうしてその会話パターンが出てししままったののかを振り返り返ょう。その繰り返しによって徐々に残念な会話パターンに入っていきつつある自分に気づきブレーキがかけられるようになります定期的に「聞き方」の癖をチェックすれば何歳からでも聞く力は上げられる常に相手の目線で聞くことを忘れずに 声を変変えれば印象が変わる新しい知識を知ってもらうためには高い声と早口が有効しっかり覚えてもらいたいポイントについてはスピードを落としてゆっくり話すと効果的つまり声にはそれだけ力があるのですではどのような話の 抑揚が有効なのでしょうかポイントは3つ話し声は少し低めで普段よりゆっくり次に簡潔に話をする最後に感謝の気持ちを持ちながら話をする相手の信頼を得るには少し低めの話し声ややゆっくり 30秒以内相手の尊敬できるポイントを見つけるこれらを意識して話す次、最後ですよく考えずに発言して後悔したことのある人うっかりミスがあるなど反省したことのある人はその軽率さを解決するために役立つ マインドフルスピーキングトレーニング3つのポイント会話のスピードを落とし自分がどういうポジションで誰と話しているかを意識する次になぜこの話をしようとしたのかをチェックする最後に発言した後自分はどんな感情で話し相手はどう受け取り どう反応したかを観察する今回は以上です